こんにちは。今日はご質問をいただいたので、文章でなかなかねちょっと伝えきれないので、急いで動画を撮っています。金のなる木の葉っぱがポロポロと落ちてきてしまいました。どうしたらいいでしょうというご質問をいただきましてありがとうございます。今日は7月の8日の土曜日なんですけど、梅雨ですね。毎日のように雨が降って結構大雨っぽいのもありました。でジメジメした天気が続いています。でこういうのがね多肉ちゃんはねちょっと苦手なんですよね。で私も初めて、育てた金のなる木は夏にダメにしてしまったんですね。そして同じ症状、葉っぱがポロポロと落ちてきてしまいました。でその時は初めて多肉植物を育てたので、なすすべもなく枯らしてしまったんですけど、今だったらこうするっていうこと、をちょっと私なりにお話ししてみようと思います。金のなる木、暑さに強いんですけど、多肉植物なので湿度、湿気に弱いです。で私の場合は夏に、室内、お部屋の中の日当たりはいいところに置いてたんですけど、風があんまり通らないし、お水をとにかくあげすぎて、観葉植物と思って買ったので、お水を3日に1回ぐらいあげて、蒸れ蒸れになって葉っぱがポロポロ落ちてダメにしてしまったと思います。はい。で葉っぱがねもし 2,3 枚だったら、まあ、落ちてもそんな心配いらないと思うんですけど、ボロボロどんどんと日に日に落ちていくようなら、まずね、乾かすのが一番ですね。とりあえず、様子を見るとしたら乾かす、とにかく乾かす。風通しの良い場所に置いたり、今ねどうしても雨がかかったりするので雨のかからないところに置いて、できれば扇風機を当てたり、もうなんならお家の中に入れて扇風機当てて乾かしてもいいかもしれないですね。そしてまずこの茎の部分を見てください。でそこが黒くなってきているようならもうカットした方がいいかなと思います。黒くなってなくてもこういうふうに金のなる木は枝分かれしていくので、2,3 個こう切っても切って、ホッケン株もしこの親株がダメになっても、いいようにこの 2,3 個こうカットしておくのもいいかなと思います。で切るとしたらどこで切るかといったら、この茎のところで切るですけど、この上に塊を残して塊があって、その茎のところで切る。で、 できればここにね新芽がありますよね。新しくここから枝分かれしますよっていう、この上とかで切るとここからまたこの芽が大きくなっていくのでベストかなと思います。なかったらもうどこでもいいので、このとにかく茎のところ、これがなかったとしてもこの茎のところで切る、そして切ったら乾かす。その切ったところをね、親株ももちろん乾かす。その切ったところも乾かす。で、今日が7月の8日、そのままもうお皿の上に置いて8月いっぱいそのままでもいいかなと思います。それかもう土に水はけの良い多肉植物用の土の上に置いて、お水あげずにちょっとだけ日が当たる、風通しの良いところに置いてお水あげない。私だったらお家の中の出窓とかの日が当たるところに置いてお水あげない。なんかね夏に弱いエケベリアもあるんですよ。ちょっとね今名前がね出てこないんですけど、それでね、いつも夏にダメになるのをそういう風にして夏越ししたことがあります。こう黒くなってダメになって毎年ダメになるので、で1ヶ月して根っこが出てきたようならお水あげてもいいけど、お水あげてもいいけど私だったらあげないですね、8月いっぱい、で根っこが出てきたのを確認してからお水をあげる感じかな。夏にとても金のなる木はこれだけもう根っこがしっかり張って、成長してたら夏とっても強いんですけど、根っこがない状態だと夏に成長あまりしないので、秋、春と秋にすごく成長します。なので秋まで待って秋に植えて、それまでは根っこを出すことに、頑張ってもらう。金のなる木にね、ここに、そして秋に、
植えてしっかり大きくなってもらうのがいいかなと思います。金のなるキコの葉っぱにお水をたくさん、蓄えてるので 2,3 ヶ月このカットしたの平気で生きてます。なのでそれがベストかなと思います。そういう私も実は去年の夏に金のなる木を一鉢ダメにしました。夏の間そうやってねお水をあげず、秋になってお水もうシワシワに、夏のお水やりのポイントとしてはこの葉っぱがね今プリプリしてるけど、この薄くなってシワシワになってからお水をあげるぐらい、そしてお水あげた後気温が高いと蒸れてしまうので夜にあげる、夕方とかに夜にあげて、次の日蒸れないように、できれば次の日が曇りとか雨の日であんまり温度が高くない日にお水をあげるのがベストかなと思います。去年そうやってねこのシワシワになって、でお水をねあげて、この塊ごとポロポロ落ちたんですよ、動画にもあるんですけどね。で、それをこう土の上に置いといたらちょっと別の鉢になるんですけど、ちゃんと根付いて今元気にしています。だからこうカットし、まとめとしてはまず乾かす、今この時期に葉っぱがポロポロ落ちてきたら乾かす、そしてちょっとこのカットして上の方塊でカットして、置いとく、保険株を作る、ということかな。私だったらそうするかなというところです。もし、ダメにしちゃっても金のなる木、手に入りやすい多肉植物になるのでホームセンターとかにもよく売られていて、また秋になって、またリベンジでね新しい株を買ってまたチャレンジすればいいと思います。でもできればそのね株をね枯らしたくないという気持ちすごくわかります。でも気楽に、気楽に楽しみましょう。はい、ご質問いただいて、この私に質問いただいてありがとうございます。私のいろんな失敗や経験から少しでも力になれることがあればと精一杯お答えしていこうと思います。はい、では最後まで見ていただいてありがとうございます。よろしければ高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。皆さんが今日も一日ご機嫌に過ごせますように。バイバイ。